こんにちは、レッドプロジェクトの滝沢健一です。本日は、ファンセッションを行っております。よろしくお願いします。はい、質問をね、ちょっとね、参加者の方から受け付けてみたいと思います。質問ある方、はい、はい、じゃあ、お願いします。自分は、まあ、今流行ってるそのスノーサーファーって言われる乗り方にはブーツもバインも柔らかい方がいい。そもそもの考え方がサーフィンなんですよ。やっぱりサーフィンって足固定されてないじゃないですか、はい、足固定されてない滑りのものをスノーボードで表現しようっていう考え方のものなんで、ブーツとバインが硬くて固定されてるとそれってスキーに近い状態になるんですよね、はい。足、板と体が一つのものですよっていう考え方で力を伝えてターンをしていくか、板と体は別のものですよっていう考えをもとに板をコントロールしていくのかの全然違いなんですけど、だからカービングってテクニカルのカービングっていうのはスキー法な、スキーの方なんですね。ブーツもバインも硬くして板も体も全部一体にしましょうっていう考え方のスキーの理論をボードに生かしてどん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 進化してるのがテクニカルのカービングで、で、スノーサーブっていうやつは基本的にはそれの真逆、板と体は別物で重心の移動で板を踏んでいく。だから最近あった板とかバインをつけてない板でもパウダーの上だったらコントロールできたりとかする、うん、なのであの考え方を意識するとブーツもバインも柔らかい方がいいかなっていうのがあります。自分の考えね、これは、うん、正解ではないと思うんだけど、両方がいるからどっちも正解だと思うので、ちょっとそれを参考に道具選びをしてみてください。はい、はい、はい、というわけでリフトオリバまで来てしまいました。では次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。